こんにちは、堀秀夫です。今日は、運を良くする方法ということでね、早起き、おすすめです。早起きは幸運を呼び込むと。えまあなぜ、この運を良くするという話が、まあ、突然出てくるかというと、まあ、私は、できるだけ自分の実力で勝負しないと。何言ってんのお前って感じなんですけど、まあ、そんなね、 えすごい大それた能力があるわけでも、努力家なわけでも、いやむしろ秋っぽいし、才能は、まあ、凡人に毛の生えたか、まる丸々凡人だしというのはね、自覚してるんで、まあ、運を良くして、楽な場所で戦って、稼ぐと、生きていくというのをね、モットーにしてます。だから、運を良くする方法、それから、 ねえー、少ない労力で稼げる方法、こういったことをね、えー、いつもそこそこ、そこを見つけるのに、運を良くするのに労力使うと、えー。楽に稼げる場所を見つけるのに労力使うというね、えー、標準的な日本人というかね、まあ、学校の先生とか部活の先生が聞いたらね、顔をしかめるような、こいつダメだなと、気に入れないなというようなね、えー、ことをいつも考えて、 えー、かれこれ50年生きております。まあ、そういうわけでね、まあ学校の先生には、まああまりよくは思われたことがありません。まあ、もとい、ね、えー、運を良くする方法。まあ早起きは幸運を呼び込むというのでね。まあやっぱり、まあ、えー、堀秀夫がやっても誰でも前いと。ね、本当に早起きで運が良くなるのかと。まあ、普通に考えると信じられないでしょうからね。 まずは早起きした人たちが、まあどういう成果を上げたか。あるいは成果を上げてる人たちが早起きかどうか。まあそれをお見せします。まず、世界一の大金持ち、ジェフ・ペゾス、アマゾンの創業者。まあ、私はね、えー、オーストラリアのアマゾンで稼ぎましょうというのを教えてますけど、まあそのアマゾンを作ったジェフ・ペゾス、朝5時起きです。それから、アップルコンピューター。 ね、えー、作ったスティーブ・ジョブス、朝6時起き。日本一の大金持ち、孫さん、早起き。早起きってなんだよって感じなんですけど、まあ早起きっていうかね、孫さんの場合あんま寝ないみたいなんで、まあその、ね、寝坊してダミーを揺さぶるということは、なんか縁がない方のようです。 まあ、ファーストリーテイリングの柳井さんもそんな感じ。ね。6時出社。6時に会社に出社してあるって書いてあるもんとかね。6時に起床とかね。えー、両方あるんですけど、依然しても、孫さんと同じ。あんまり寝ない。ね。仕事大好き。朝早起き。で楽天の三木谷さん。同じく。6時なのか、早起きなのか。まあ、何しろ、あまり寝ない。それからね。カレーの、ここ一,ここ一番屋の、えー、創業者の方は。3時55分。 ね、早起きそれからバージングループのリチャード・ブランソン5時45分、まあ、早起き織田信長四次起床早起きですねトーマス・エジソン、えー、四次起床早起きもう、ね、早起きしてる人こんだけいますねただ早起き、まあ、運を良くすることは、まあ、ほぼ間違いないというのはね私は自信を持ってできるだけ早起きというのをしてます まあなんでね、こんな動画を途中作ったかというと、まあ今、オーストラリアのシドニーにいるわけなんですけど、そういえばオーストラリア朝早かったなとね、今ね、泊まってるところのね、隣が、なんか内装工事なのかね、なんかやってるんですけど、朝7時から工事始まるんですよね。で朝7時から工事やってんねんって、もう工事ってトントンとかでガンガンの、そのね、 マシンを使ってる音とかね、もうすごい勢いでやって、あそばオーストラリア朝早いよねというのをね、つくづく思い出しました。ね、朝7時には工事が始まります。ね、もう6時から普通にね、街の中で飛行機飛んでるし、7時というともう結構みんな通勤してますしね。まあだけど4時にはもうパブでビール飲んでますと。ね あれ 5, 5, ?5 時まででフレックス的なね、勤務体制なんですけど、まあ、基本的にはね、4時からドンデルの人がもうちらほら出てきてますね。まあ、ちらほらだっ,って結構な勢いで、金曜日なんか特に結構な勢いでもう4時からパブ大繁盛みたいなね、感じです。まあ、それが27年間好景気のオーストラリア。ね、もう国単位で見ても朝が早い国はやっぱ景気いいなと。ね、で一本 ね、えぇ、ー、30年いいとこなしの日本。ね。これに一方、失われた30年の日本は、閣僚の皆さんが、ね、徹夜で政策のひな形や法律を作ってます。ね、夜、徹夜。まあ、徹夜ですからね、早起きなのかどうかわかんないですけど、まあ夜やる仕事はろくなもんじゃないのかなというね、えー、まあ、早起きは運良くします。でね、 もともと私これに気づいたのはね、まあちっちゃな頃ね、おばあちゃん子でおばあちゃんと住んでておばあちゃんと一緒に寝てたんですけど、まあ、おばあちゃん朝の3時に起きて、えー、クリーニングってやってたんですけど、ポケット掃除とかね、やってるんですね。えー、ポケット掃除ってあの、ワイシャツとかズボンのポケットにちょっとホコリがね、入りますんでね、それを取ると。ね まあ、昔そ、そんなことをするクリーニングは多分なかったんでしょうね、あんまね。だから仕事が丁寧だということで、クリーニング店大きくなっていったと。一方、父は自分が頑張って大きくしたというふうに思ってたみたいですけど、まあね、夜中遊び歩いて、まあ、そして無理な拡大を狙って、まあ、結局会社を潰したと。 いやいやいや、まあね、えー、どうだったんだろうという気がします。まあ、本当、早起きがね、運が良くて夜更か、ね、夜深し、運を悪くするというのはね、もうこれがもう強烈な原体験ですね。そして、結論としては、運を良くする方法。早起きは幸運を呼び込みます。ねまあ、ちなみにこの話を聞いてね、 え、いや、そうは言ってもね、誰々さんよ、不可視だけど、早起きじゃないけど、運はいいよと、金運いいよ、お金が儲けてるよとかね。あるいはね、その早起きすると、ね、運が良くなるという科学的根拠はとかね。まあそういうね、あの、科学的根拠を求めたり、でも逆に反論したりしたくなっちゃうっていうのは、まあこれ運をつかめない人の特徴ですね。まあそれにも反論があるかもしれませんけど、 いやこいつついてない奴だよなとあんま近寄んないようにしようと思う奴は大体こういう傾向がありますね。そんなこと言ったってさ、みたいなね。根拠はとか。まあそういう人に近寄らないっていうのも立派な、えー、運を良くする方法です。まあ素直さも、ね、運を良くする重要な要素です。そんなわけでね、この運を良くするシリーズが、まあもしね、人気なようであれば、まだまだいっぱいね、運を良くする方法あるんですけど、 まずは、ね、オーストラリア、ね、今、そうそう、景気の良い,いオーストラリアにね、えー、物価が30年前から変わってない、物価の安い日本から輸出しましょうっていうのでね、えー、アマゾン輸出というのを教えてますんで、まあ日本とオーストラリア、まあ明らかに日本、日本の方がね、働いてる様子は見受けられる。オーストラリア人は怠けてるようにしか見えない。だけど30年後景気続き。 もちろん資源国とかね、いろんなね、要素はあるんですけど、まあ、大きな違いって何だろうなと思ってね、まあ私が感じる一番の違いはやっぱ、オーストラリアは朝が早い。ね、日本は夜まで頑張るのを良しとすると。ねまあ、この違いは非常にでかいんじゃないのかなというふうに思ってね、早起きおすすめということでね、ちょっと早起きの人たちをね、ずらっと、まあ、こんだけ早起きだっていうのをお知らせすらね、文句ねえだろうと。 ね、ちょっとはやってみる気になりますかというのでね、えー、並べてみました。そんなわけで、早起きは幸運を呼び,呼び込みます。運を良くする方法、第1弾。早起きのおすすめでした。以上、堀秀夫でした。